つんこさん、以前にですね、ステイゴールドとスプリングスイーツの配合のお馬ちゃんのお話をしましたが、今回はこの配合から生まれたお馬ちゃんで誰が一番早いのかを勝手に決めたいと思います。承知しました。ということで、今回も各オーナー様のお馬ちゃんを勝手に使わさせていただきますので、何卒ご了承ください。今回出走いただくお馬ちゃんはこちらになります。私の牧場からはオカマちゃんを出走させますね。オカマちゃん以外はステイゴールドとスプリングスイーツの配合から生まれたお馬ちゃんになります。ステスプ配合で戦績のいいお馬ちゃんを揃えてみました。コースはどうするんですか？ステスプ配合はスピードはあるけどスタミナがないお馬ちゃん多いらしいので、短距離で行きましょう。高松の宮記念と同じで中京の芝1200にしますか？わかりました。それでは出走です。ちょっと待って、今のは何なんですか？かっこよかったので昔の JRA のコマーシャルを入れておきました。高松の宮記念バージョンです。それでコースはどうするか聞いてきたのですね。余計なことはしないでください。6番テイルライダー、そのうち3番マネーロンダリング、それから7番ブルー吉高、後ろに9番有機カンパニー。600m の通過タイムは33秒2。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線勝負。400を切って先頭アジコメアブラオー、その後ブルービティとアジコメアブラオー粘る。先頭はアジコメアブラオー。 200m を通過した。先頭が変わった。マネーロンダリング伸び足がいい。マネーロンダリング食い下がる。エフランビルメン差し切って降臨。勝ったのはエフランビルメン、鞍上は横山武騎手。勝ちタイムは1分5秒2。エフランビルメブリーダーズカップの栄冠に輝きました。ということで、芝1200ではエフランビルメンが1着でしたね。私はアジコメアブラオーが1着になるんじゃないかと思ってましたが、オカマちゃんは全然ダメでしたね。オカマちゃんはどちらかというと中距離が得意ですからね。次は距離を倍にして芝2400で走らせてみますか。これならオカマちゃんも上位に入れるかもしれません。わかりました。それでは出走です。ザ・レジェンド2007年、日本ダービー。オークスを選ばずにあえてダービーを選んだ牝馬、勝てるのか、本当に勝てるのか。64年ぶり牝馬のダービー制覇。ウォッカー、誰も行かない道を行け。茨の中に答えはある。一生に一度の栄光へ、日本ダービー。かっこよかったので入れておきました。日本ダービーバージョンです。言われなくても分かっていますよ。東京芝2400だからといって別にそんなことしなくていいです。余計なことしないでって言ったじゃないですか。ブルーリティと好意をキープ。各馬1コーナーに入っていきます。外から9番裏切りの回、続きまして11番テイルライダー、これを見るように内側5番よ日本一、外を抑えて10番有機カンパニー、小馬身相手7番有機爆心王、1番人気6番エフランビルメン。この位置2コーナーを抜けて向こう正面、少し開いて最後方4番アシガクサイオカマ。ここから先頭までは10馬身以上。もう一度先頭から。 1000m の通過タイムは59秒7。先頭変わってブルーリティート。
後ろに8番マネーロンダリング、1番ブルー吉高方位をキープ。これを見るように外側2番アジコメアブラオー、その外9番裏切りのカイン、続きまして11番テイルライガー、これを見るように内側5番よ日本一、続きまして10番有機カンパニー、4馬身相手6番エフランビルメン、これを見るように外側7番有機爆心王、各馬大欅の向こうを通過。少し開いて最後方4番足が臭い岡田、先頭は変わらずブルーリティート。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線コースに向いた、3頭が固まり直線勝負。わずかに先頭はブルーリティート、400を切って先頭ブルーリティート、その後マネーロンダリング、テイルライガー勢いよく追い上げる。先頭はテイルライガー、あと200、テイルライガー粘っている。有機カンパニー追ってくるが厳しい展開、逃げる逃げる、テイルライガー足が臭い岡田、捕らえられるか、足が臭い岡田差し切って合理、勝ったのは足が臭い岡田、鞍上は川田優雅騎手。足が臭い岡田ブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着テイルライガー、3着は混戦の模様です。岡間ちゃんすごいじゃないですか。なんか勝っちゃいましたね。企画としてはあくまでもステスプ配合の1番を決めるレースなので、ついでに出走させた岡間ちゃんが勝っちゃうと若干困るんですけどね。まあアジコメアブラオーみたいな強いお馬さんに勝てたのは素直に嬉しいです。2レースだけの結果なので何とも言えないところはありますが、ステスプ配合のお馬ちゃんは強いと言ってもスピードはあるけどスタミナはない感じのお馬さんが生まれやすいのかもしれませんね。岡間ちゃん1200では全然ダメだったけど2400で1着でしたしね。では次回はガリレオ産駒最強馬決定戦でもやりましょうか。いいですね、やりましょう。さてここからは話が変わりますが、皆様のご意見をお聞かせいただきたいことがございます。来月ウィニングポストの新作が発売され、 PS 版はすでにデジタルプレオーダーが開始されておりますが、 PS 版を買うべきかスイッチ版を買うべきかで現在とても悩んでいます。というのも機種限定特典が PS 版とスイッチ版で異なり、 PS 版ではひしミラクル、スイッチ版はハープスターがついてくるのでどちらにするか迷っています。さすがに無職の私には両方を購入する金銭的余裕などあるわけもないので。ウィニングポストは子供の頃パパが遊んでいたのを隣で見ていたぐらいで、実際にやったことはなく何もわからないので、ぜひご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。では今回はここまでです。皆様寒かったり暑かったりで体調を崩しやすい時期ですが、どうぞご自愛ください。私はちょっと風邪気味です。それじゃあ、またね。